ポポルさん宛ての手紙を持ってきました。ありがとう。これはどうしたんですか？海岸の町の町長によると、崖の村に魔物がまた大量発生しているらしいの。そうか。でもあそこの巨大魔物には僕の武器は歯が立たなかったんだ。武器をもっと強くする方法はないですか？それならロボット山の方で取れる金属で武器を強化できるって聞いたことあるわ。山の入り口にある商店でやってくれるはずよ。わかった、訪ねてみます。強化にはお金が必要だから、よ、1000ゴールドくらいだと思うけど。1000ゴールドか。お金が必要な時は酒場に行ってみるといいわ。村の人からの依頼なんかが集まってるから。わかりました。ちょっと酒場に行ってみようかな。狩りへ出る前、また買いに。あら、昼間からこんなところに来るなんて珍しい。ちょっとちょっと、お仕事を頼みたいんだけどさ。仕事なら引き受けるよ。ありがとう、助かるわ。うちのばあさんの薬が足りなくなってきてね。必要なのは薬草を3個、木の実を3個、ゼンマイを3個よ。一部の材料は村の中じゃ取れないから注意してね。わかった。ああ、デボルさんとポポルさんの歌。デボルさんはいつもここで歌ってるじゃん。デボルさんはな、二人で歌ってるところを見たことがある。え、そんなの。昔は結構この酒場に来て歌ってくれてたんだよな。まあ、あんたからも。そうだね。デボルさん、お願いがあるんですけど。珍しいな、
どんな頼みだ。以前ポポルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ。ああ、なるほどね。確かに最近のポポルは忙しくて酒…いいよ、ポポルが来れるなら私はいつでも。薬草を3個、木の実を3個、ゼンマイを3個。黒門病に効く薬って本当にないの？あれに人の作りし薬は効かぬ。でも探せばどこかに。一時的に楽になる薬ならあるだろうが、根本治療はできぬ。やっぱり。だが伝説がまことなら、我があの娘を救うのであろう。そうだね、ヨナは助かる。黒門病もきっと治せるはず。その息だ。酒場に来るなんてめず。昼間から薬草を3個、木の実を3個。いらっしゃい。また買いに来ておく。東の方に崖に囲まれた大きな石造りの建物でね、変わった鉱石が取れるそうだけど、あの辺りは道が険しくてめった。あんなに小さい子がね。いらっしゃい。毎度。いらっしゃい。どうもありがとう。狩りへ出る前、また買いに来てくる。この水門よく壊れるんだよ。行く。元気なのはいいけれど、あの大きな水車ってお水のち
すまないね。子供たちが勝手に乗ったりしないよ、ミハ。私の崖に囲まれた。いらっ。また。大丈夫だよ、そーっと運べば。そのそーっとというのが苦手なのだ。なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。この辺じゃ。また買いにおいで。外国またか。あんたもあのばあさんには気をつけろ。
言われたもの。これよこれ。さすついでで悪いんだけど、この薬を噴水にいるばあさんに届けてもらえるかしら。おばあちゃんにだね。おばあちゃん、届け物だよ。ありがとうございます。あまり無理はしちゃダメだよ。ええ、気をつけますよ。あと、この村の鶏ってなぜか高い場所で卵を産もうとするの。高い場所、噴水のあたりが怪しいかな。こんな場所に隠していたんだ。この村の鶏って高い場所、噴水のあと。これからお仕事だ。デボルさん、ちょっと。何かしら。以前デボルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ。確かによく歌いに行ったわ。でも今はあんまり行ってないの。忙しいから。忙しいのもあるんだけど、お酒がないと酒場で歌うのに調子が出ないのよ。お酒なんて酒場にいくらでもあるじゃないか。私が飲むお酒はあんまり入荷しないお酒なのよ。海岸の町の酒場から取り寄せてるらしいから、ちょっと聞いて。
鶏の卵を見つかりましたか。噴水そばの壊れた壁の裏側にあったよ。今度からはそのあたりも探すようにしてみるかな。ちょっと、仕事なら引き受けるよ。ありがとう、助かるわ。崖の村で、なるほど。あの老婆に与える薬にするの。そうそう、シロちゃんは賢いわね。シロ、崖の村は魔物がたくさん出るって話だからさ、あんたにしか頼めないのよ。任せて。外国から届いた。また来て。海って一日眺めていても飽きないな。昨日は全然釣れなくておかずが寂しかったんだ。だから今日はたくさん釣って帰らないと。今日はグローブフィッシュを釣るためにゴカイをたくさん持ってきたんだ。あいつらはこの餌でしか釣れないんだよ。あっ、おっ。
気が盛んのおかげでなかなか休む。あの海に見える橋があるだろう。旧世界ではあの上を大きな鉄の乗り物が。いらっしゃい。はい。いらっしゃい。餌がなくなったらこの辺じゃ買えない貴重。またか。外国製の安、また買いに来てね。遊びに行く約束したんだけど、全然外に出てきてくれないの。なんだ。南平原の先にある海岸の町は釣れる魚が美味しい。村の人にもう少し話し。人
平原にはロボット山と呼ばれる鉱山があります。すみません、ポポルさんがよ…ポポルさんのお酒か。あれちょっと特殊だから。そうなんですか。なんなら材料を取ってきてくれるかい。それなら…わかりました、お願い。必要なのはトカゲの尻尾を5本とネズミの尻…いや、お酒の材料を…そう言いたくなる気持ちはわかるけど…そうなんですか。こんにちは、この…おすすめの料理ですか。おかげで売り上げも落ちて踏んだり蹴ったりです。それは大変だね。僕が材…本当ですか。材料は薬草を10個、小麦を10個、サーディンを10匹です。こんにちは、荷物を届けるよう頼まれてきました。これを待ってたんだよ。え、これじゃあ一度戻るしかないね。こんにちは。これを待ってたんだよ。あれ？え、これじゃあ一度。プレゼントをたくさん送ったのに、別の彼氏ができたからごめんね。だってよ。ほれほれ、今日はたくさん飲んで嫌なことは避け。
わしの卵は鉱石が取れる場所で稀に取れるそうよ。高値で取引されてるからって売ったりしないでよね。飲んでるかい？僕はまだ飲めないよ。それにまだお昼だよ。日は沈まないんだからいつ飲んだっていいんだよ。大人になればわかるさ。酒場には村の情報が集まるから、仕事が欲しい時にはいつでも来いよ。また時間がある時にでも寄ってくれよ。また時間がある時にでも。わしの卵は。辻狩りなど簡単にも程がある。いや、これで結構大変なんだよ。すぐ逃げるし。魔法で撃てばよかろう。ああ、どうした、守るか。確かにそうだね。魔法で撃てば近寄らなくても倒せるね。あともう一つ教えておかねばならぬことがある。何？急に叫ぶな、耳がおかしくなる。ロボット山とはどのようなところなのか。昔の遺跡が埋まっている場所なんだって。僕たちにはよくわからない鉄くずだらけのところだよ。北東の鉄橋を登ったところにあるんだ。あの橋の上を昔は大きな鉄の箱が走ってたんだって、ポポルさんが言ってた。昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら転びかけたりはしないと思うけど。
あれは犬が倒れておるな。おじいさん悲しむだろうな。せめてお箱、口に何か加えている。何かの。この葉を取りにこのような危険な場所まで来たのが原因のようだ。そうみたいだね。せめてこの葉っぱだけでも。おじい、せっかく見つかったけど死んじゃってたね。あのおじいさん、残念があるだろうな。生きる者は死から逃れることはできない。犬も人もそれは変わらぬ。じゃあ、シロは？さあな、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれんな。そんなの寂しいよ。なあ、何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。だいたいシロは神なんだから死なないよ。そうだな。そうだとよいな。伝えることがあれば。この広場すべてを畑に作り変えれれば食料不足を補えると。ごめんなさい、荷物壊しちゃい。
この家のおじいさんはどうしたんですか？じいさんは先日亡くなったんだ。もともと…そうか。ちょうどジョンと一緒に行っちゃ…そういえば、探してたジョンが最後に加えていた葉があるんだ。これは…じいさんが心臓の薬にして飲んでいた葉だ。そうか。あんたには世話になったな。主人思いの…天国でも、じいさんとジョンは仲良くやっているかな。ああ、そうに…こんにちは。これを待ってたんだ。荷物は無事届けられたし。荷物。面倒な仕事をすまんね。羊狩り、お願いね。
ー